さあついにですね、以前、これはあれだな、キヨ兄に弾いてもらった、ゴッド SS ベジット、独感覚醒させていきたいと思います。やっとです。さあついにこれになります。めちゃくちゃ強いんだよね。 OK、 いきましょう。いや待ちましたよこれ本当に。てか俺持ってなかったから、覚醒メダルも全然ゲットしなかったので急いで貯めました。よし、じゃあこれマックスまで上げてステージ挑んでみましょうか。はい、それではちょっとね、まずこのスーパーサイヤ人ゴッド SS ベジットの能力の方をね少し確認していきましょう。はい、こちらです。リーダースキルの方が、超属性の気力プラス3 HP とアタックと、ディフェンス 50% アップ。で必殺技がファイナルカメハメハ、相手に超絶特大ダメージを与えると。でパッシブスキルの方が、超高確率で最大2回まで追加攻撃し時々必殺技が発動&通常攻撃を 30%軽減し超絶大な威力で反撃、まあ、ベジットといったらやっぱりこの反撃がめちゃくちゃ使えるっていうのがやっぱ印象的だと思うんですけど、まあ、これはね追加攻撃もしてくれるということで、まあ、どのぐらいねその追加攻撃してくれるのかっていうのをまあ見ていってくれたらなと思います。ちょっとここ面白そうじゃない。これ1戦目がさ5体出てくるっていう、これやっぱ反撃はやっぱり重要なので、これたくさんいるところの方がねガンガン倒せるんじゃないかと思って、セルゲームいきましょうか。じゃあこれでねやっていきたいと思います。ダブルベジットがどう活躍してくれるか。めっちゃいる。うわ最高じゃんこれ。あでもここになったら普通に、うん、こっちのベジットでしょう。じゃあ行きましょう。いやこんだけ反撃が揃ってるとさめちゃいいわ。5体って結構さ攻撃されてガードできなくて、ね、結局攻撃も要は3回しか1体にできないわけだから、これはすごいいいと思います。しかもこれ追加攻撃あるからこれめっちゃ使えるな本当。何回1回に攻撃できるんだよって話だよね。うわやばいよこれ。はい、ということでね、やっぱ一番見てほしいのがこの追加攻撃なんですよね。要は反撃プラス追加攻撃があると、もう一旦に普通の状態よりも攻撃する数が全然違ってくる。しかもこの体属性のベジットの場合は、まあ、リーダースキルの方に、まあ、超属性だったら、まあ、他の属性でもねあのリーダースキルの方が、まあ、そのままねついてくれるので、スーパーサイジン4のベジータと悟空、この2体をねあの一緒に連れてきたいって場合はいいパーティー作れるんじゃないかなと思います。もしあのこのベジットのサンドにして、まあ、やってほしいパーティーとか、まあ、俺できる限りあの検証とかもしていきたいので、あのリクエストあったらあのコメント書いててください。あと、まあ、おすすめパーティー、このベジットを使ったおすすめパーティーとか教えていただけたら、そういう検証も、まあ、リクエストあればやっていきたいなと思います。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。